ここに住所と氏名を書いてください。あの橋は日本で一番長い。茶碗にご飯をよそいました。彼は指が太い。父は今お風呂に入っています。会社のパソコンが壊れた。 夜中に電話がありました。割り算は小学校で習います。それは細かな問題です。今夜は星がよく見えます。東京行きの列車に乗った。こんなに面白い本は初めて読んだ。 一週間洗濯をしていない私も連れて行ってくださいウェートレスを呼んだ彼は手にやけどをしました昼食に寿司を食べました 手紙の返事を出しました。夕食は七時です。このシャツは袖が短い。去年はスニーカーが流行りました。七時に朝ごはんを食べました。 再来週は忙しいですお体をお大事にテーブルの上にごちそうが並んでいる私の家は町の南にあります 袋はいりません。その椅子は変わった形をしている。郵便屋さんはもう来ましたか彼の就職のお祝いをしよう。 ビンビールを注文したその話は本当ですか石鹸で手を洗ってください息子が友達を連れてきました今日は寒いので長袖を着ました 兄さん、おめでとう。彼は私より年上です。火を消して。私は低い枕が好きです。そのスキーヤーはポールを倒した。彼は櫛で髪を溶かした。 外は暑いよ。便所はそこです。コーヒーはその缶に入っています。私たちは船に乗った。昨日、友達とお風呂屋さんに行った。 その歌手は歌が下手だ。靴の汚れを落としました。血が出ていますよ。行きは新幹線で行った。父は毎日ひげを剃ります。 誰かに聞いてみてください。この表を見てください。私は少し痩せました。彼は人前だと上がってしまう。私は銀行に勤めています。 ポテトサラダを作るからじゃがいもを買ってきてそこにちょうどいい台がある絶対にダメです私の父は不動産屋です。 彼女の目から涙がこぼれたこの家の柱は太い友達をうちに泊めてあげました私の両親は大阪に住んでいますその子はいたずらが大好きだ。 次の方、どうぞ。父親が子供を叱っている。彼は足の骨を折りました。郵便局はあっちです。 ここは景色がきれいですね。画面の左側を見てください。ウェーターが水を運んできました。彼女は大切な書類を机にしまった。 電車の中で騒がないでください電車の中でで騒がないい。くださいその試合は残念な結果になった靴の紐が切れたこの頃よく肩が凝る爪が伸びています。 豚肉はおいしいです帽子をかぶって外出したあそこの四つ角を左に曲がってくださいその黒いカバンは僕のですスーツをクリーニングに出しました紙に大きな丸を描きました 元旦に彼から年賀状が来た。車道の工事が始まりました。大きな拍手が上がった。人間の心は複雑です。この村の80%は老人です。 浅草は賑やかな街です彼はきれいな服に着替えた質問は何ですかその店は若い客が多いです今日は仕事が早く上がったんだ